思うかの吉崎と申します。丸井さんが映ってる。今回なんですけど、メーカーズピアでですね、ドローンサーキットがオープンしたので、オープンというか設備イベントやってるので、そこに遊びに来ました。横は東京からミノさんが駆けつけてくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいいですね、これすごい人がいっぱいいますよ、これ。ものすごい最高のスペース。それでは、いろいろ見ていきましょう。うまいうまい。お、いいんじゃない。おお、完璧や。できたできた。すごい。どんどんうまくなるね。はい、バヌさんですね。バヌです。これドローンサーキットいつからできたんですかね。夏休みの前ですね。7月からやってます。7月から。はい。いや、すごいですね、このメーカーズピアノ、レゴランドと併設って。はい。なかなか家族ばっかりを相手にしているので、はい、非常に素人向けのというか、お子様向けの会場になってますけれども、はい、まあでも結構みんな喜んでいただいていると思います。普段ってここって結構広いですけれども、どういった体験ができるんですか？ミニドローンの、ホバリングできるやつを使いながら、はい、もう小さいお子様から、親子と一緒に遊んでもらったりというのと、まあ、あと、テロを使って、はい、少しこうカメラ付きのものでの体験というような感じがメインです、はい、いやもう今日はでももうで全国各地から有名なドローンパイロットが集まって、はいね、徹夜で、なんか大阪でおーって言ってたら鹿児島とか、 熊本とかなんかすごいことになってるみたいです。はいはい、いやすごいですねこれ。
もうね、ちょっとなかなかこういう商業施設でね、はい、夜中に外も含めて飛ばすってあんまりないと思うので、ないですね、はい、まあ、そういうところが、ね、みんな興味引いてもらったのかなと思いますけど、はい、いやいや素晴らしいです、はい、酔っ払ってますね。酔っ払ってます。今のお疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。